え、じゃあ私が80歳に死ぬとするじゃないですか、うん、でそれまでに、うん、もうほんとこの通りの信心をして、うん、もう10億人ぐらい着服するとするじゃないですか、うん、極端に言って、うん、そして最後の死ぬ1週間間際になった時に、うん、1週間全部ゴンギョをサボっちゃったら、うん、どうなるんですか。それは地獄行きだね。え、ゴンギョをサボるってか、要するに信心を失うってことですよ。だから臨終、今度そこはこの臨終少年っていう顧問になるんだよ。死ぬ最後のこの息切れるその時の間際まで大御本尊様、芸家様、このご住職っていう、まあ、お寺っていうそのまっすぐした気持ちね。そして甲冑の人とか身内にあぬんやろうなんていう根性がないことだよ。それも地獄に引っ張られるからね。そういう三悪道の心が全くなく、甲冑家族みんなそう、信心してる人に対して温室すればそれは地獄の強引だから、そう、そういうものもなくだよ。そしてただただもう本当に大御本尊様ありがたい、大聖人様がお迎えしてくださるんでありがたいっていう、その南無法蓮華経、南無法蓮華経っていう、その心が臨終少年だから、それを臨終のどんなに世界中の人を着服してもその臨終の間際にそれを失ったら地獄行きなんだ。結局間にやられちゃったってこと、一瞬で少しもたゆむ心あるわっていうから日々たゆまない練習してるわけですよ。この月々日々に強い魂っていうのは、最後の最後っていうのは間もね、間っていうのはとにかく仏の世界に絶対に行かせないっつって、ありとあらゆる方法で俺たち落とすんだから、生きてる時はいろんな煩悩で落としたり、いろんなその災い触りを起こして邪魔したり、それこそ眠気で邪魔したり、金銭苦で邪魔したり、夫婦間のあれで邪魔したり、いろいろです。